じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。このさっき映像に見てここでももう残ってますが、この瞳の骨の部分も最後書き残していく生き方が最後こういう形、うん、あの炎、ろうそくの炎と似たような形、うん、そのろうそくの炎も気になるんですけど、うん、どっちが闇なのか、光、これ暗い塗った部分が闇としてるけど、うん、本当はどっちが闇なのか、多分あの闇が嫌われば光が嫌われば、まあ多分繋がってるのかなっていう、うん、それとやっぱりまあ大地とか水とか、うん、これはちょっとまだ読めてないんですけど、うん、女性の、うん、が書いてあるから、やっぱり、まあ、これ普通にお母さんの穴、うんうん、とかっていう形に繋がると、うんうん、ここら辺を意識しているかなとか、うんうん、うん、いやそれはあのすごい暗喩というか、ですよ、ね、うん、明らかに書かないで、でもそういうものは示唆してます。ですよね。うん、でも中ででも、これはまあまあ、こういうふうな形で書いてる必要性がないから、うんうん、まあそういう示唆かなと思ったけど、ろうそくが並べてあることは、うん、光と闇の関係すごいありますね。と、どちらが穴なのか、どちらが出口なのか、入り口なのかとか、うんうん、そういうことも。ちょっと今言語化できないところに持ってかれるので並べられる。これ僕が子供の頃にその朗読本の朗読プロジェクトやっていて、いろんな人に僕はあの好きな本何ですかとか、感動した本何ですかとか、忘れられない本何ですか聞いていて、でそれをこう改めて自分に問いかけてみた時に、子供の頃に読んだ松尾芭蕉の奥の細道が一番最初に感動した本で、小5の時に俳句の授業に習って、それをまあ翌日までにその全文を覚えておこうっていうふうに先生が言って、まあ先生が最初の授業で読んでくれて、それを読んだ時にもう本当超かっこいい、この人俳句はよく分かんないけどなんかすごいぞと、このなんか今から行くぞっていう感じとか、もう帰ってこないかもしれないっていう不安になるような感じとか、すごいかっこいいなと思って、で僕のその道ハマったんですよね。で、まあ、それ以来高校時代まで僕はこう断続的に割と山寺に行くようになっていて、週末になったら、で今では入れないけど、その山寺の中にあるあそこは修験道、山伏の修行とか、まあ、お坊さんの修行の場所だったりして、で修行によくあるのは最後あの胎動くぐりとかって言って、こう女性の局部のまあ、岩君竜みたいなような場所をこう抜けていって、最後大岩に出てきてこの世界をもう一回見返すみたいな、そこで生まれたっていう叫び声を上げるっていう儀式なんですよね。そこがもう今じゃ危険なので入れないんですけど、あの昔は入れてよくくぐってたんですよね。でそこで最後 その修練の場みたいなものを、まあ最初は興味本位でだんだん知るようになって、ああこういうことなんだっていうのを知っていて、でまあ、今回書くにあたってそういう、 こう生まれるとか死ぬみたいなのは僕のこうすごく重要なテーマだったりするので、それをこうまあすごく表沙汰に出して表現するんではなくて、暗喩として出そうというふうにして、で僕今回のテーマ光を見るっていう、それは2種類の光があるんですけど、それは1200年ずっと燃え続けて、人が何かこう維持してきて、あの燃え続けさせている炎っていうのが一つと、あるいは燃え続けてる炎っていうのが一つと、あの今回の8分19秒っていうのは、前に来た星っていうのは太陽が地球に届くまでの時間のことなんですね。だから当たり前に僕らは昼と夜って体験してるけど、あれは太陽があるからで、でもベテルギウスっていうオリオン座の星があるんですけど、あれはもうもしかしたらなくなってるかもしれないと言われていて、でまあ600光年とかそういうすごい長い時間かけてあの光が届くんですけど、塔のベテルギウス自体もなくなってるかもしれないとなると、星自体はないのに光だけが届いてきている、誰かの面影のようだなっていうふうに思って、でそれをこう一つの映像として出すときにそういうこうものは出しました。いやちょっとずれちゃうかもしれないですけど、なんかノーム・チョムスキーさんの本の冒頭に
一つの種の平均寿命っていうものが何年だかあって、うんうんうん、それに当てはめると人類っていうのはそもそも終焉に、うん、あるっていう、あるっていう、うん、っていうと、うん、僕たちもすでにいないかもしれないそうなんですよ、うん、かもしれないっていうですよね、うん、前に放った光の影っていうか、まあ、余韻かもしれないすでにっていう、余韻を増幅させたいと思うよ余韻だから、その松尾芭蕉について僕そんな詳しく興味を持ててなかったんだけど、でも多分松尾芭蕉今聞いた話だとやっぱ旅に出て帰ってこないかみたいな、うん、そこのかっこいいっていうのを、うん、多分好きな人が共通感覚として持ってるかもしれない、うん、その感覚っていうのがあるから多分ステートメントにも松尾芭蕉のことを書いてあったから、その消してく感じ、書いちゃう、消していく感じの記憶とのやり取りっていうのはそのかっこよさっていう 美学のところで多分通じて感じる人はいるんだろうなっていうのが、でも僕は聞かなきゃ感じなかったから今ちょっとジェラシーですね。ああ月一で割と句会行ったりとかねするんですよ。とりあえず休憩します。